タジオ出演者が食べたことのないご当地グルメをボイメンがガチンコで探します。どうも、ボイザーの麺の水野まさるです。今回はですね、大分県木地町にやってまいりました。僕感動ご飯で実は1回来てるんですけれども、その時にウマヅラハギという魚を食べたんですが、こちらの凪の店主が木地町の名物があると言っていたのを思い出しました。それを今回は発掘したいと思います。行って聞いてみましょう。レッツ発掘。ただいま。2年前に行ったお店の方がおすすめする木地町の名物とは。白下カレーです。白下カレー、ジロ時代はですね、武士しか食べることができなかった高級魚なんです。木地城の下でですね、湧き水が湧いてまして、ここで取れてて、水がとても冷たいんです。身がとても締まってるんですよ。旬の時期あるんですか？4月から9月。ああ、じゃあ今ちょうどシーズン。そうなんですね、はい、白下カレーとは、木地町で取れるマコガレーのこと。近年取れる量が少なくなっている大変希少な高級魚。はい、はい、来ました。これですか？いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。ほら、この輝き方すごいでしょ。これ失礼します。おー、めちゃくちゃ甘いで、身がもちもちプリプリ、臭みとかそういう癖一切ない。ちょっとカレーの概念変わりましたね。もうしっとりして舌触りがいいですし、すんごい噛めば噛むほど甘いです。うまい、うまい。今回指名するのは東国原さんです。白下カレー食べたことありますか？